クリスチャンの寄り道を聞きの皆さん、こんにちは。さだのりこです。今日は、思わず喜びの声を上げたときというテーマでお話ししたいと思います。私が思わず喜びの声を上げたとき、それは今年の3月のことでした。夕方帰宅すると、妹が満面のエビを浮かべて、お医者さんからもう病院に来なくてもいいですよと言われたというのです。 妹は約18年ほど前に、うつ病と診断され、ずっと病気、病院にかかっていました。部屋から出れない時期もあり、薬も結構強いものを何種類も服用していました。私たちはクリスチャンで、妹の病気の癒しを求めて祈っていました。また、聖書には、良いことはもちろん、悪いと思えることも含めて、 すべてのことについて感謝しなさいとありますので、妹が病気になったことも感謝していきました。妹も神様に祈る中で、病気は癒されます。しかし、時があります。という神様からの言葉が与えられ、癒される希望を持ってきました。しかし、病状は逆に悪化していき、果てしなく続くように思える闘病生活の日々となりました。 そんな中で神様が触れてくださり、あるところから病状に変化が訪れ、一年ちょっとくらい前にお医者さんから少しずつ薬を減らしてみましょうということになったのです。長い期間強い薬を服用していたので、減薬にも時間がかかるだろうし、逆戻りすることもあるかもしれないと思っていたら、お医者さんや カウンセリングの先生も驚くような速さで、一度もリバウンドすることもなく、減薬が順調に進み、薬がなくても夜も眠れるようになっていきました。そしてついに、もう薬は飲まなくてもいいです。病院ももう卒業しましょうと、お医者さんが診断されたのでした。妹は本当に嬉しそうでしたが、 私も思わず喜びの声を上げてしまいました。かつて神様から与えられていた言葉の通りに完全に癒されたのです。神様に感謝します。今日は最後まで聞いてくださりありがとうございました。それではまた。